お、珍しく巨匠が仕事をしましたね。で、まあこんな感じで、3段液体エアロックができなんで、解体9番。うん、これだったら、こぼれないかな。はい。これでですね、ここに自動化かけたいな。アドホック建築って言ったのに全然アドホックじゃないじゃんっていうツッコミは全然 OK です。これちゃんと後で声優上として真面目なやつ作り直す感じです。あれなのかな、はい。これが自動、これが、ボトル開けの自動化ですね。で、これが以上になったら、ここ開いて、まあ、溢れないようにするっていう仕組みです。で、これは400。で、この時点で、こいつが、まあ、通電したら、一応、本当に液体エアロック一発分ぐらいの、うん、でもそれでも本当に構わないです。液体エアロック一発分の石油。で、それを作ったら、タービンの液体エアロックに使って、というノリですね。暑いんだよなー、この辺。おー、見事に暑いですね。うん。こっちの手前、手元の部分は、もう、マースリーフじゃないと、多分耐えられないぐらいの温度の高さになっちゃってはいるんですね。奥の方にバディを植える？あ？そう、酸素で見るとね、熱々なんですよね。たまに枯れるのは多分30度を超えてるからじゃなくて、圧力だったり大気の問題だったりとかするですね。どうや。この観葉植物がいっぱいいっぱいある感じ、僕好きですね。完全に個人的な話でしかないんですが。こんな感じにすると、この辺がこう花の香りにね包まれていくので、花粉症、僕も花粉症なんですけど、まあアレルギー持ちの人にとってはもう地獄みたいな寝室が出来上がりますね。多分自分無理だな。無理ですね。自分も杉の花粉アレルギーなんで、この寝室では多分、安眠できないと思います。もうズビズビかな。まあでもやっぱりあれじゃないですかね。リラクゼーション効果のあるアロマ的なやつというか、バディバフのバディのつぼみの花の香りっていうやつは、やっぱりその、リラックス効果のある香りなんじゃないですか？
本当にそうなのかは知らないんですけど、いい匂いがしそうってやつ、いい匂いがしそうってやつは違うやつだな。で、石油できましたね。で、これの敷地上限も 10% とかでいいです。もう十分十分。これで、液体エアロックで、石油の液体エアロックが利用できるようになりました。ち。なりましたし。あ、これ、あれか、掘れないんじゃない？うん。で、天然ガスも得た。前、一回ね、これに、ただ、ハンターハンターの、キメラント編の O ってつけたら死んじゃったんですよね。なんか、中二病っぽい、なんか、あれだな。中二病っぽい名前つけよう。何がいいかな。三人の O とか、東方の三博士、これ三博士だよね。フランスの民謡に三人の王の行列というやつがあるんだな。へぇー。メルキオールでしょ？で、バルタザールだろ？で、そうすると、アスパールか。複製人間よりはるかになんか、位の高い名前を与えた。ん？でも、もう一人いるぞ。メルキオールでしょ？バルタザールです。カスパールでしょ？四天王だった？お前どうする？どうする？はい。ここに水素の、ここに炭素のボトルがない。ないないない。保証がないが、いけるのでは？これならあるよ。炭素。やらかしたな。いいだ。いいだ、やらかしたな。いきなりやらかしてくれたな。めっちゃそれはね、水素のラインだったんだ。ええ、これがあるんです。これがあるから、怖い。多分ね、今ね、ボトル化したことがある機体が1種類しかなかったから、これ、この事故起きましたね。いやー、危なかった。これは一旦こうしましょう。両方揃ってからにしましょう。あとは、スーツドックに、格納されている状態になっていたやつは、もう、優先度1にしておきますか。おお、これだったらしばらくあれか、こっち側になんか、横漏れしても、花粉でガードされそうだな。こんなになんかすげえ濃い花粉舞うんだな。ちょいちょいこの圧力が、ああ、圧力。なるほど、酸素が薄すぎるのはね。来ましたね。で、これだったら
酸素。こっちは、水素。ハイドラ自体は、これで、水素が出てくれば完成になりましたね。あとはあれだ。SCPS。みんな金山。あ、これですか。なんかね、3匹捕まっていると思ってね、名前を、メルキオールと、バルタザールとパスファールってやったら4人目がいて、しょうがないからイエスにした。完全にね、ある方面からはガチで怒られるやつですね。